フィルストは、スイス、ベルン州、ベルナオ・ーバーラント地方のビッターフェルト・グレートリ、3階の一部の地名で、ユングフラウ地方有数のビューポイントである。フィルスト山頂駅、フィルストは、グリンデルワルトの北に位置し、ゴンドラで上がることができる。グリンデルワルトからのゴンドラは6人乗りで、所要、約25分。途中ボルトとシュレックフェルトの2カ所の中間駅を経由する。 ゴンドラは通年運行だが春と秋に運休期間がある。フィルストからはアイガーをはじめシュレックホルニやベッターホルンなどベルナーアルプスの眺望が広がり夏はハイキング、冬はスキーとスノーボードの発着地点となっている。特にフィルストからバッハールプ勢を往復するハイキングコースが人気で夏のシーズンには大勢のハイカーで賑わう。フィルスト周辺のエリアでは ハイキングに加え、下記はマウンテンバイクやパラグライダー、冬季はウィンターハイキングやソリも盛んに行われる。フィルストのゴンドラ駅付近には山岳ホテルレストランが1軒あり、食事と宿泊が可能。フィルストから一つ下の駅、シュレックフェルトまでフィルストフライヤーと呼ばれるアトラクション装置を利用して一気に滑り降りることもできる。また2017年8月から、 フィルストフライヤーに並走する形でフィルストイーグルグライダーが新たなアトラクションとして登場した。4人乗りの特製グライダーで鳥になったような気分でアルプスの景観を楽しむことができる。ウィキメディアコモンズにはフィルストに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。